皆さん、ジャパンルネサンスにようこそ。本チャンネルは日本文化再興を目的とした放送番組です。田中元首相のレッド解除論は、国家が本気になれば全国民が豊かに暮らせる世界を実現できることを明らかにしました。残念ながら死の夢はアメリカの横やりによって実現を阻まれてしまった。しかしその構想は全世界に誇れる素晴らしいアイデアであった。ここで私は死の意思を受け継ぎ、どうすれば島国日本を世界に誇る極楽浄土に作り変えることができるのか、その方策について解説させていただきたいと考えています。私がなぜ日本がこの混迷する時代において世界に先駆け極楽浄土を建設できるのかと考えるのは、この国に住む人々がそれを実現しうる優秀な国民であるからだと考えるからです。今回も農業政策論です。では始めます。浅川市長、日本は世界5位の農業大国より、日本の農業の将来について語っていきたいと思います。農水省の自給率向上政策は、消費者の動向や農業事業者の意向を無視したものであるために、毎年の予算が効率的に使われず、計画倒れに終わって芳しい効果は上げていないと仕事。すなわち国の自給率向上政策によって、生産者の自由な生産物の自由展開や安い米、大豆の消費者への提供が阻まれているのだ。自給率を上げるために飼料を国産化するのは、価格、肉の味覚、飼料、流通、確保の問題などがあり、リスクが大きすぎる。農水省の補助金政策は、生産者の経営努力を削いでいる。補助金で生産する小麦、大豆の生産効率、品質が他国に比べ劣ることを見ても、それは明らかである。他国の農業従事者は、マーケットと対峙し、生き残りをかけて、品質向上、生産効率向上を図っている。日本の将来もそうした生産者を増やす方向で政策を打つ必要があるのだ。兼業農家は農業ではなく会社勤めが主な収入源であり、いわば疑似農家であって、その数は農家の多くを占めているが、自己消費のために作っているものが主であり、我々消費者の口に入る農産物は主に専業農から供給されていると考えていい。減反補助金は兼業農家を潤わせ、その商品の価格を相対的に下げることになるため、専業農家を経済的に苦しめることになっている。減反の所得保障を取り扱うのは農水省管理課の地方事務所、農政事務所であり、そのほとんどが農水省の労働組合全農林のメンバーであり、その牙城である。そして全農林は自治労の主構成団体の一つである。こうした悪の連鎖が硬直した農政の元凶となっていることを理解せねばならない。市曰く、このように今日の減反補助金制度は農業発展に寄与しないばかりか停滞につながっている。さらにその金を浪費する天下り官僚、組合を太らせるだけのいびつな制度であると断言し、もし農家に補助するのであれば、黒字を出してくれる農家を対象として出すように変えるべき、すなわち日本の台所を豊かにしてくれる専業農家養成のために使うようにするべきだと市は主張している。政府補助金ではなく、融資として借金をしてまでビジネスに取り組む農家を援助する。すなわち創意工夫に取り組み、経営技術の改善に取り組む農家を育てていくための資金として活用し、将来の農業発展の起爆剤とすることを提案している。私もこうした案に大賛成である。今までのように官僚を潤すような馬鹿げた補助金制度はやめるべきである。浅川さんのご指摘の通り、農水省農林中金、全農林、自治労といった補助金に群がる寄生虫を潤す政治制度を廃止し、将来を担う専業農家を育てていく正常な融資制度に転換することが、長期的に見て日本の食料自給率を向上させる健全な農政の
あり方であると私は考える。では次回をお楽しみに。さようなら。本提案にご興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。